る。パパトンです。ライトンです。ママトンです。今日はですね、はい、2万人を突破したということで、プレゼント企画。イエーイ。決めた。一応なんか5000人の時にやって、1万人の時にやったので、うん、まあ、次は2万人ということでね。なるほど。あのまあ我が家はね、そんなに大したものをプレゼントできないんですけど、まあ気持ちね、気持ちというものでご理解いただければと思います。いつも見ていただいてるね。そう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 。というわけで、はい、じゃあまず1つ目、はい、はい、1つ目はこちら、キーホルダーセットですね。あ、キーホルダー。そう、スクイーズのカメさんとか、このロールケーキのスクイーズとか。あ、これね。あとはそうそう、これはね、かわいいスイーツ風の、ちょっと柔らかい、ね、そう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 、キーホルダーなんですけど、うん、そう、これ指が入るくらいカメさんです。これね、我が家にもう一個あって、これはね、あの観賞用というか綺麗に取っといたやつです。で、ちゃんとね、これくっつけられるやつついてます。これがね、ロールケーキシリーズのスクイーズです。これは袋に入ったままです。はい、こちらはスイーツ風のね、キーホルダーです。プリッて、プリッてするねというわけで、1つ目はね、そのキーホルダーセットになります。アモアヘッド2つ目、ボキボキ、もう触り心地がいい、ね、2つ目はこちら、はい、これはですね、まあちょっと前のものになるんですけど、仮面ライダービルドのゴリラモンドフルボトルセット。知ってる、これダイヤモンドです。これはね、まだ開封してないものです。ぜひね、デラックスビルドドライバーをお持ちの方はこれをね、セットして遊べるので、ぜひぜひご応募ください。何やってんのすごいはい、じゃあ次、はい、じゃあ次パパと紹介してください。はい、はい、どうぞ。でかっ、ライト隠れちゃう。はい、こちらですね、うちのジムにクローバーですね、どこにあるクローバーで貼ってあった、マッチョ29のポスター。ポスターです。はい、これはですね、未完成ヒーローというですね、うん、まあ、曲シングルが、6月に発売されたんですけども、その時の記念ポスター。はい、でパパトンのちゃんとサインが入ってます。はい、まあ、パパトンっていうか、マッチョ29の知性って書いてありますね。はい、のサインが入ってます。これちなみにこれ非売品ですからね。そう、でもね、ジムに貼ってたから、ちょっと後ろにね、両面テープくっついちゃってるので、うん、ちょっとこれなんか紙とか貼ってくっつかないようにしておきます。はい、まあまあ、まあこれはもう使用済みということで。そうね、比較的綺麗なので。比較的綺麗です。まあ貼ってあるだけだったんで、はい、もしマッチョ29のファンの方がいらっしゃったら、ぜひぜひご応募ください。はい、これ一応ね、あのマッチョ29のプロデューサーからのプレゼント企画を受けていただいてるので、うん、企画の商品とします。はい、そして4つ目、はい、4つ目は、はい、うさぎハーゲンダッツのミニカップギフト券を2名様、うん、で1枚で2個交換できるので、まあ、コンビニとかスーパーとかで、まあ、交換できるお店で交換してください。ねえねえ、これ一番嬉しいんじゃないかな。そうそう、これみんな喜ぶやつだと思う、絶対。いや、これさ、お化け封印する札そうというわけで、はい、まあ、今回はね、4つなんですけど、4つなんですけど、はい、応募は概要欄にある応募フォームからお願いします。全部に応募しても OK です。はい、抽選会の時にそれぞれにあの名前を入れた紙を入れてね、ちゃんと抽選したいと思うので、ぜひぜひ欲しいものいろいろあったらそれぞれにご応募ください。で、応募締め切りは11月30日、ちょうど3週間後になります、はい、で、その後すぐ抽選会、ライブができる時に抽選会をしますので、ぜひぜひお楽しみということで、で、これね、当選した方にはナイトチャンネル あの名刺というかカードをね、一緒にお送りしようかなと思っているので、ぜひ応募してください。なんやそれ
まあ、前にね当選した方でもまた当たるチャンスはあるので、うん、ぜひぜひ、まあ、最近見始めたという方もねもちろんチャンスは同じなのでぜひご応募ください。そんなのちょっと応募する注意事項なんですけど海外の発送はできません。なので日本に住んでる方でお願いします。あとは当たった場合にあの住所を教えてもらわなきゃいけないので住所を教えて OK だよっていう方ですね。住所と名前とちょっと静かにしてもらおうか激しい激しい。あの小学生とか中学生とかもしかしたらねお母さんからそういうの教えないでって言われちゃうかもしれないので保護者の方にぜひ聞いてみてからご応募ください。詳しくは概要欄の方を見ていただいて応募フォームから締め切りまでにご応募ください。というわけで今後もねどんどん成長していきたいと思います。リゾート企画今回もね皆さんにたくさんご応募いただけたらと思います。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。